こんにちは、山旅旅チャンネルです。今回紹介するのは、とても面白いサンダルなんですけれども、コズキックスという、サンダルです。サンダルというか、僕はもうこれ、日常から履いてるんですけれども、中がまあ、ふわふわっとしていて、まあ、暖かいというのもあるんですけども、とてもこう履きやすくて、ちょっとしたお出かけにも良くて、登山にも使えるという、まあ、かなり、おすすめのシューズです。はい、これフィットキックスという、シューズの中にある、冬用という、位置付けなんですけれども、軽量で折りたためるから持ち運びがしやすく、さまざまな使い方が可能ということで紹介させていただきます。日常使いはもちろん、移動用サンダルとしても、登山中の休憩サンダルとしても重宝してまして、このフィットキックスという名前の中、まあ、ブランドというか商品名の中でも、冬仕様の暖かなシューズというのが、まあ、コズキックスというものになってます。まあ、おすすめポイントとしては、そもそもこのシューズ手に入れたきっかけというのが、テントシューズで何かいいのないかなというところからだったんですけれども、テントシューズに使えるというのが、まあ、1個ポイントです。あと寒い時期のサンダルのように使えるので、実際に山に出かけるまでの、車の中で履くためのサンダルみたいな使い方とか、あとは日常使い、あと裸足で履いても気持ちいいんで、この辺おすすめポイントかなというふうに思います。あと畳んで持ち歩けるというのが良くて、まあ、ここにゴムがついてるんですけども、実際にこのゴムの中にこういう感じで、持ち歩くこともできますし、あとはこれをぐるっとこう丸めて、ここで止めるというような形で感じですね。こういう感じでもう丸めて持ち歩けてしまうというのも、おすすめです。はい、あんまりこのゴムを使うことはないんですけれども、まあ、こんな風に折りたためますということですね。折りたたんでゴムでこう、こんな感じで持ってきます。ちょっとゴム緩んじゃったんですけれども、最初はまあペタッとこうくっつくような感じなんですけれども、いや、そんな感じのシューズです。はい、でですね、特徴としては、つま先から甲まで、裏地全面が、ちょっとお見せするのが難しいんですけど、中がまあファーになってます。全部ですね、ファーになってるので、まあ、とにかく暖かいです。ファーが暖かいというのは、こういった起毛しているところに、デッドエアといって空気がたまるので、そのデッドエア、その名の通り動かない空気層というのが作られると、とても暖かくて、こんなに薄いのにもかかわらず、すごい寒いところでも、まあ、厚手のソックスなんかを履いてバッて入れると、とても暖かい、シューズになってます。はい、で、両足 XL サイズで 304g ですね。 XL サイズというのが、だいたい足サイズとしては 26cm というふうになっていまして、 SML という展開もあるんですけれども、コズキックスそのものが、まあ、若干こうストレッチ性があるので、フィットさせるという形で履いています。まあ、少し小さめのサイズを選んでフィットさせて履くというスタイルです。あとソールに関しては、まあ先ほどこういうふうに折り曲げたように、曲げて、ここにあるゴムで足先入れればコンパクトになるんですけれども、僕はまあザックのサイドポケットなんかに突っ込んで持ち運ぶことが多いので、まあ、あまり曲げることはないんですけれども、登山だけでなくて旅行とか、あとは夏とかでも飛行機とかに乗ると寒くなるの でこういうのを1個入れておくと、飛行機の中とかでも履けるのでおすすめです。で、このアッパーですね、アッパースパンデックスというストレッチ素材で作られています。裸足でも分厚いソックス履いてもシューズの中きつくなりません。
快適に歩くことができるという点と、あとはつま先部分、ここですね、この部分がゴムというか、ちょっとスウェード地で覆われているので、まあ、耐久性に優れていて、ただし、まあ、硬い素材じゃないので、ぶつけると足指痛いので、ここはまあ気をつけてくださいとしか言いようがないんですけれども、そういった作りになっています。あとはこのように、もうペタッとしたサンダルのような形なので、ドロップがありません。普段履きのシューズとして活用することが、ことで、まあ、歩き方の矯正にもなるかなと思ってます。ドロップがあるというのは、基本的にこう前に進みやすくするためにかかとがこう上がってるというのが、人間が編み出した技術と思うんですけれども、実際に、まあ、そもそも原始は原始人は裸足で歩いてたことを考えると、かかとというのは、まあ、そのまんまつま先と同じ高さでゼロドロップという形で歩くのがいいんじゃないかなというふうに思っているので、歩き方の矯正、体幹を使って歩くとか、股関節の矯正とかにもつながるというのが、まあ、調べると出てくるので、ゼロドロップで歩くというのはとてもいいんじゃないかなと思っています。ちょっとした散歩とか多くのシーンで利用できる、まあ、本当にコンビニ出かける時とか、今のこの、コロナの時代とかだととても重宝するシューズなんじゃないかなというふうに思います。はい、でこちらが、価格もすごく良くてですね、3500円という価格で購入することができます。概要欄とかに EC サイトへのリンクも貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。あとは山旅旅の記事とかでも今お話ししたようなことが、文章としても紹介させていただいてますので、そちらもチェックいただけますとありがたく思います。概要欄にリンク貼っておきます。はい、山旅旅ではこのように登山とかトレイルランニングにもつながるようなこういったギアも紹介していきたいというふうに思ってます。気に入っていただけた方はいいねボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。